幼稚園の時に、大分トリニータのスクールで、サッカーを始めて、大分トリニータの試合をたくさん見に行く機会があったんですけど、そこで出てた選手たちが本当に憧れの存在でした。自分は本当に幼少期から特別な選手ではなかったですし、まあ、その選手の方が圧倒的に多いと思いますけど、まあ、負けず嫌いでそういった選手に負けたくないっていう気持ちも強かったので、いろんな挫折はあると思うんですけど、自分の夢を諦めないっていうことがやっぱり一番大切かなと思います。